はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドレトロですね、続きをやっていきたいと思います。で、一応配合ができるようになったっちゃできるようになったんですけれども、全体的にレベルが足りないんで、まあ、レベル上げを兼ねつつまた旅の扉をクリアしていきたいと思います。まず左側からドラゴンキッズが出てきたね。これドラゴン系かな。なんかドラゴン系なんとなく欲しいっちゃ欲しい。火の息効くの効かねえじゃねえか。思った通り効かない。で、基本的にもう受け流して何ゲーやばー。あ、まぶねえ。 100% ってわけじゃないんだ。コイに命大事にしてると本当攻撃してくんないからな。ちょっと道具の肉が溜まってきてもう持てなくなっちゃったんで、なんか使ってこう。魔物の餌、まあ、どっちか仲間になってくれればいいかな。これ重ね書き意味あるのかな。火の息ピッキー効くね。で、ちょっともう一回使っちゃおう。骨付き肉はもうさすがにもったいないから、魔物の餌。懐いてるね。ブチスライム。懐かれてもちょっと怖いんだけど。おお、来た来た来た。恒例のオス。絶対メス来ないからね。まあ、ブチスライムはブチで分かりやすいでしょう。で、連れていかない。さあ、ここはドラクエ5の、まあ、フィールド音だから、これベビーパンサー、どっち、キラーパンサー、どっちだ。見た目ベビーパンサーなんだっけ。あれなんだ。ゲラゲラゲルゲルゲレゲレだよ、お前の名はゲレゲレ本当にゲレゲレなの。キラーパンサーだ。まあ、とりあえずこのまま全力でぶん殴るしかないかな。真空切り強い気合い。真空切りやばい。ホイミン2発で落ちるな。ドランはもう一発耐えられる。ドランってなんかドラゴンなんだけどさ、名前が超絶分かりづらいよね。ドラキーいた時マジで分かんなかったからどっちがどっちだっていう。ドラとドランだったから。足払い、転びやがった。ゴレムスマジ気合入ってんだろ。あれ、気合ってもしかしてあれ、気合ためみたいなやつ持ってるマジックパワー減ってるから。そうだ、特技だ。なんで火の威嚇7とか。頭はあんまり良くないな。別にどうなんだろうね、賢さ30ってどれくらいなの。ゴレムスさ、賢さめちゃくちゃあるんだけど、73とか。倒した。キラーパンサー、ここら辺固定の敵はオスかな。ゲレゲレだまあいいや、ゲレゲレのままでいいよ。ちなみに俺は最初チロルにしました、可愛いから。ここにスカイドラゴンがいる。スコーン、スカイドラゴンの卵。卵を連れては歩けません。プリオに預けられた。これか、スカイドラゴン。父親不明、マスター不明、母親不明、全てが不明だ。まあ、そりゃそりゃ野生だもんな。これどうやって返せるんだ。卵の返し方がわからん。じゃんけん勝負しよう。じゃんけん、これがグーチョキパーで決まってるみたいなんで、チョキグーチョキパーチョキ勝った。
そこの階段？あ、これか。なんか新しいとこに来れたな。あれ？何これ？王女様じゃん。大樹の国の王妃様。客人ミッキー。羽スライムをご覧になりたい。ああ、なるほど。そういうミッションか。ミッキー、ファンがうるさくて困っている。なるほどね。もういいよ。ではお次のところへ行きましょう。大ニワトリが出てきた。と言ってもな、欲しいわけではないけど、モンスターって何体までストックできるんだ牧場に。一応ホイミンがもうレベル10になったから配合できるんだけど、他のモンスターがまだレベル到達してないからな。ゴレムスとドラとかまだ8だからね。もう2レベル上げなきゃいけないの結構大変だな。あ、でも経験値だいぶ上がってんな。攻撃力の上がり方がかなり。コドラが起き上がった。まあ肉与えたからね。しかもメス。まあコドでわかるっしょ。なんか魔法つ、ちょ、待って、魔法使いがいる。あー、しかも強制戦闘かよ。強そうって言ってもやることは、このまま、押し切るしかない。おたけび、うわ、ショック受けた。ショックショック。他国マスター、マジ強えんだけど。ゴレムスで13か、気合、ホイミンでも9。スライムボークは、そんなにかな火力的には。ただこのジャマー的な感じが厄介だな。全然効かねえじゃねえかよ。メダカにダンス終わった。最悪なんだけどメダカにダンス。まあ我に返るの結構早かったな。何やってんだ本当に。お、我に返るのが早い。まあ一応この大切断。ちょっとドラン回復させよう。いや13食らうか。薬草だな。そうだよ、俺には道具というものがあったんだよ。これで立て直そう。よし、全員とりあえず我に返った。火の息、まあまあまあ全体って考えたら悪くはないんだけど、ただ下流層に火は絶対効かないからね。現に効いてないし、ヒットポイントをちょっとなんとか立て直したいけど。よし、シャドウ倒した。よし、カリウスも倒した。これは押し切れる。押し切った。経験値いいね。ホイミン11レベル。目を閉じるがよい。え、めっちゃワープしたんだけど。これ最下層まで来たじゃん。4の音楽だな。ちょっとここは少し探索したい。ゲー、結構いいやつら出てきてんな。ベビーサタンなんとなく欲しいな。これ多分最後に倒したやつが仲間になるから、ちょっと1体ずつ倒して最後のベビーサタンになった時に肉をあげよう。ベビーサタンがなんかいいのかって言われたら分かんないんだけど、ただなんとなく欲しいっていうだけ。腐ったしたいとかどうなんだろうね。ベビーサタンなんかいろいろ魔法使えそうな気はするんだけど、魔物の餌が大量にあるんで、まあちょっと使ってみて。メラ、マジックパーが足りない。で、いずれ覚えるってことでしょ。よし。10レベルになった、ようやく。火炎の域になった。そして仲間にならない。悲しすぎる。さあ、そして来ました。若いうちは焦ってもダメ。
遠回りもたまには必要。え、どういうこと？何これ、切り株お化けが出てきたんだけど。まあいい、ぶっ潰してやる。ラリホーマ、寝やがった。ホイミンの火力がてか強くね、この切り株お化け。経験値めちゃくちゃ持ってんだけど。え、これなんか永遠に稼げない？あ、終わった。こいつを倒せんのかな。やってやんの、俺たちの糧となれ。ちょ、めんどくせえな大ホーマ。1体だからね。1体で100って相当だぞ、今のレベル帯からすると。ここでゴレムスも10にしておきたいな。いや、めちゃ寝るやんけ。ちょっとドラゴンもヒットポイント的に危なくなってきた。よし、10レベルになった。これで全員ホイミンのレベルもアップ。で、あそこにこいつなんだ、名前が出てこないけど、ドラクエ4関係なくない？こいつ、人面獣。別に普通だな。まあいつも通りちょっと命令はこれでいきますか。呪いの言葉なんだ、出た。ヒットポイント減ったり混乱したり、まあそういう感じか。呪いってどうやって治るんだ。18、結構食らうな。回復薬が呪われてないだけマシだな。そして呪いのヒットポイントの減り具合も、攻撃一発分くらいあるから結構きついな。ホイミンのマジックパワーが切れなければ、まあ敵一体だしね、なんとかなる。全体攻撃を今のところやってくるわけでもないんで。そしてマジで呪いは治らないな。呪われたまま戦うしかない。シャナックとかあんの？もうあとは殴り合いだ。ガチンコの殴り合いで結構ヒットポイントは高いな。30与えるのか。でも混乱した、混乱最悪だよな。ホイミ殴られたんだけど、ファインギリー、割と今更だな。37、とどめだけ買い切り使いやがった。一応人面獣も仲間になるんだ。人面そのままだな。別に連れてかない。あ、ここで卵孵化させられそうだな、スカイドラゴン。え、どうなの、孵化させた方がいいの？なんかよくわかんないわ。じゃあ闘技場の E クラス隊も行きますか。火炎の息がどれだけ機能してくれるか。普通に攻撃してるし命令できないかんな。あとマジックパワーそんなに高くないから、まあまあまあここは攻撃でいいのか。まだ1回戦目だしね。ゴリムさんもめっちゃ気合い入れてんな。いくつ減ってるマジックパワー。3だな。まあまあ3くらいだったら、どんだけ攻撃力倍率かかってんだろう。気合い入れて27とかだからな。何、ドラゴン系できてんな。ガチのドラゴンも持ってるし。こっちか、こっちかっていうかこっちにか、まあ、とりあえずゴレムスとドラゴンの2体攻撃で倒せるは倒せる。まあ、火の息っていう段階でまだマシかな。ドラゴンはもう全然食らないし、てかゴレムスもマジックパワーないんだけど、早め早めの回復。
あと1回しかできない。16。さすがに硬いな。オッケーオッケー。これはまた硬そうだな。ハケ、炎。仲間を呼んだ。お、来た。火炎の息。30、30、47、強ー。ドラゴンさすがにいいな。強いぞ普通に。ハケハケ、これで終わりだ。何、硬い。しかしこの一撃で、何、鎧の中で、さすがにタンクっぽい感じはするな。会心の一撃の73とか。さあこれで E ランク帯クリアしたから、また旅の扉が解放されるかな。安らぎと勇気の部屋。ちょっとグレムリン欲しいんだよね。仲間にしよう。まあ別にグレでいいでしょう。さあじゃあまた新しいところへ。お、ビーンファイターが立ち上がった。 B。 さて安らぎの扉の最下層だけど、なんかよくわかんないところに出てきたな。儲かりまっか。態度が悪い。あー、こいつか。じゃあボスはスライムファングっぽいな。どうすんだこれ。スロット、スロット叩いた。200魔物ゴールド。どうだ、やるよこれ。どうすりゃいいんだよ。ひたすら回り続ける。急所をついた。500魔物ゴールド。ははは、いいだろう、やってやろうじゃないか。スライムパーク、グレムリン連れてきました。一応本意味覚えてるけど、マジックパワー使いすぎてなんかもうない。でマグマの杖を拾ったんで、これちょっと使ってみよう。これ何、ベギラマ40、超杖。あぶね、ドラ死ぬぞこれ。ちょっと回復は薬草でいこう。いや攻撃力高えな、スライムファンク。さすがにさせろ。攻撃の特技のホイミ。違う、どうすればいいんだ。ガンガン行こうぜ。命を大事にすると、これでもうやばい、死んだ。3回攻撃はきつい。マグマの手で押し切るしかない。いけ、多分ベギラマ。いやこれやばいぞ。あ、危ない。買い抜きか。どっちだ。危ねえ。そろそろなんか倒してほしい。約束使おう。危ねえ、本当にこれ不景だな。いや倒した。いや強いぞファング。魔物ゴールドはもらっておく。そうで、グレムリンを鍛えてグリズリーを作りたかったっていうね。グリズリープラス1。よし行こう。ゲレゲレを投入します。ちなみにまあいいでしょう、別にキラーパンサーくらい。どこかへ去っていった。あ、これで一回卵になるのか。いいよもう孵化させよう。でグリズリーがマジで攻撃力高いらしいんで、最強アタッカーのグリズリーを作って、まあそっからね、また配合先もかなりいいみたいなんで、
グリ、グリって名前か。まあ別にいいっしょ、グリで。グリとグラみたいだな。連れてこう。で、一応、ポイミも継承してるはずなんで、まあちょっとレベル上がってないから、わかんないんだけど、グレムリンから、一応自分でも回復できる。で、あとどうなんだろうな。本当の回復薬が欲しいっちゃ欲しいんだよね。ポイミンちょっと、なんかくっつけたいけど、誰がいいんだ？ファウンスライムレベル20とか高っけえな。人面獣ってどう？何ができる？同じセフじゃねえかよ。そうだよ。ゴレムスはさすがにな、もったいないしな。ドラン、あとドラゴンじゃねえかよ。うちの最強戦力だ。ダメだ。配合できるやつがいねえ。まあ、とりあえず一回じゃあ、グリズリーを鍛えていきましょう。さて、グリズリー、レベル2。攻撃力プラス15とか。確かにすごい。そして、ホイミも覚える。3レベル。攻撃力プラス13とか。ギラ。まあ、ギラはマジでおまけだな。で、レベル4。攻撃力プラス20とか。もう攻撃力異常なんだけど。さあ、レベル上がってくね。攻撃力11。いいね。10以上上がるわ。1回につき。17。あれもこれ、ドラゴンの攻撃力超えてない？すでに。攻撃力84。97。確かに異常火力者だな、こいつ。さあ、またレベルアップ。18。お、そしてベビーサタン。いいね。一応ベビーにしておこう。OK。さあ、とうとう10レベル。攻撃力は10か。なんかちょっと、10って言ってもすごいんだけどね。15くらい上がってほしいな。あれ？これ出ていくんだ。落っこちた。正しい道か。こうこう。で、こっち。で、こっち。こっち。あれ？なんか後ろから変なやつが来たぞ。ここにもなかったか。何が？まあいいや、ちょっと回復しよう、一回。まあ、ここグリズリーの小意味を一回ずつ唱えておこう。本格的な回復薬はちょっと作りたいけど、とりあえず今は超高火力軍団で行く。勇気があれば越えられる崖だってあるんだよね。勇気があるか試してあげるよ。見せてやろう、グリズリーの実力。攻撃力171。いけ、強え。いけ、75。マジで強えんだけど。で、回復はもうちょっと、アモールの水いっぱい掘ってっかんな。アモールの水で、まずグリズリー。こいつのヒットポイントを保つ。いけ、78。倍キルト欲しいな、そうすると。補助要員で倍キルト使えるやつを、ちょっと仲間にしたい。ただ、グリズリーは本当殴る単体火力だからね。ドラゴンはちょっと炎とか吹けるからね。それがまあ、だいぶ敵が複数出たとき楽なんだけど。いや、氷の息強えな。いや、ヒットポイント高いな。とはいえ、グリズリーがいれば楽勝。ゴレムスレベルアップ。グリちゃんもレベルアップ。攻撃力15。そろそろ200超えるぞ、こいつマジで。さあ、そしてスライムファングを使ってユニコーンを生成します。こいつがかなり回復のスペシャリストみたいなんで、回復役はユニコーンでいきましょう。スライムファングか。ここら辺一回も使ってないな。レベル高かったからね。レベル20だったから、生まれてくる子供もかなり期待はできる。で、ユニコーン自体はまあ、なんか性別どっちでもいいから、そのままもう孵化させちゃいましょう。
一応卵鑑定士っていうのがいて、そいつに頼めば性別を教えてくれるし、まあ、性別も変えることができるんで、ユニコーンプラス2メス、じゃあユニコーンにしますか。連れて行こう。よーし、OK。あともう一体どうするかだね。うん、魔物とお見合いができて、で、氷河魔人を出してきて、鳥。鳥がいいんだよ、鳥。今日、誰だ、これ。これ、キリキリバッタか。キリキリバッタ。これ、ドラゴンでしょ？あ、ピッキーいいんじゃない？これ、鳥だよね。はい。記録してもいいですか？いいよ。どんなものが生まれてくるかわかんない。すげえな、氷河魔人。あ、これお互い卵もらえるんだ。牧場に送っときますね。牧場行こう。てか牧場じゃなくて孵化させればいいんだからさ、ここでいいじゃん。ホークブリザードですね。なんかもう割とテンプレ系な感じになってるけど、ホークブリザードは成長が早いみたいなんで、まあ、どんどんレベルが上がって、で冷たい息系を覚えてるから、それが、まあ、輝く息まではねちょっとレベル的に無理だと思うけど、かなり使えるみたいなんで、まあ、全体攻撃要員のホークブリザードと単体攻撃用のグリズリーで、回復役のユニコーン、これでいこう。でゴレムスはちょっと一旦お役目ごめん。ドラゴンももう外してますね。このメンツでいこう。ユニコーンかっこいいよね。ホークブリザードもかっこいいな。グリズリーはもうなんか完全に獣だからな。ちょっとあとはレベルを上げて通常の戦闘にも持っていけるようにしておきましょう。